さん、こんにちは、こんばんは。いつもご視聴ありがとうございます。皆様にご報告です。むんちゃん、ようやく退院いたしました。長かったです。今回は、トータルで、7日間入院をしておりました。むんちゃんなんですけれども、ようやく、昨日から皮下点滴とかをやめて内服薬で様子を見てもらっておりました。一応ペレットは食べないんですが、チモシーとかオーツヘイとかは食べるみたいで、うんちもまだ綺麗なコロコロのうんちは出てないんですけれども、一応まあ粒にしたら50粒以上、ちょっと緩いんですがちゃんと出ている状態なので、先生とご相談して、むんちゃんの場合お家の方が食べるかもということで、1日4回の強制給餌を自宅でもできるのであればという条件付きで本日退院してまいりました。なのでまだ 100% 本調子ということではないので、お家で引き続き給餌等をしてサポートをしていきたいと思います。で、入院中7日間の出来事につきましては、またゆっくりと動画を作っていきたいと思うんですけれども、取り急ぎこの、7日間分にかかった費用を本日ご紹介しようかと思います。まずむんちゃんなんですけれども、入院の前に2日間、通院をしております。まず1日目に、皮下点滴とレントゲン、2日目に皮下点滴と血液検査などをしてもらっておりまして、その2日間で約5万円の治療費になっておりました。そこから、7泊の入院なんですが、入院費がなんと約20万円になっております。ということで、今回のむんちゃんのこの一連の、入院に関しては約25万円ほどの治療費となっております。もちろんむんちゃんの健康はプライスレスなので、お金はいくらでも払うつもりですが、今後まあ、うさぎさんとか小動物とかを飼いたいなっていう方とか、多頭飼いをしたいなという方がいらっしゃるかと思うんですけれども、こんなに小さくてもうさぎさんは高額な医療費がかかってまいります。この子たちがちゃんと長生きできるように入院させる、病院に行く、その治療費を払うというのは飼い主さんの責任になるかと思います。なので今一度、動物が病気になった時きちんとした、処置をしてあげられるのかっていうのを考えて、動物を飼っていただけるといいかなと思います。ということで、本日はちょっと緊急で動画を回したんですけれども、むんちゃんが無事に退院したよというお話でした。皆さん、たくさんむんちゃんに声援等ありがとうございました。引き続きむんちゃんの様子はお伝えしていこうと思います。本日もご視聴いただき誠にありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。